皆さんこんにちは。今回もですね、サッカー日本代表を使ってですね、5バックですね、日本代表の。はい。で、このライン、吉田富安、酒井宏樹と、で、原口をね、サイドバックと。これね、まあ、見たことあると思いますが、ベルギー戦でですね、まあ、何回も言ってますね、原口がいるサイドはほとんどサイドバックが2人いたような、感じになっていたと、いうね、それを象徴するような、まあ、ここ原口ですね。はい。今ね、アザール、これ10番ですね、ベルギーの。はい。で、酒井宏樹と、2人でね、見に行ってますね。原口ね、ここまで守備的タスクをね、右サイドで遂行していたという状況でね。で、一応この、フォーメーション、このね、局面を切り取ると、日本の選手、1、2、3、4、5、6、7にも映ってますね。で、これがですね、長谷部ですね。キャプテンマークちょっと見えるんで。で、これがおそらくね、庄司だと思うんですが、これ長友で、柴崎ですか。はい。でね、あの試合では、長谷部がね、外、アンカーの長谷部が、さらにね、守備的に機能して、この画面に映ってるだけでも7枚と、長谷部もね、ほとんど、センター、最終ラインにね、吸収されてるような状況ですので、ほとんどね、まあ、ディフェンダー7枚いるような、で、バイタルを柴崎が消しているとね、そういうね、状況に近いですね。非常に守備的に、働いたんですね。ただ、原口にここまで戻っているとはいえ、実際に先制点を決めたのは原口ですね。はい。この役目ね、ほとんど、まあ、まずね、できないと思いますね。まあ、原口ぐらいしか、非常にね、ウイングの運動量が多くなるので、これ、5バックって言っても攻撃にするときには、この形ね、目指したいですからね。はい。実際には5バックではなくて、右サイドを守備的に機能させるという意味のね、5バックですね。ディフェンス時だけですね。はい。攻撃の時は原口が上がると。で、このタスク、この任務ね、遂行できるのがおそらく、まあ、堂安もね、非常に、集中力のある守備を、ディフェンスをしますがね、これをできるかどうかっていうのはなかなか難しいところですね。というわけで原口をね、そういう意味では、ディフェンス、サイドとしてね、右を、酒井宏樹と組ませて機能するときには、堂安よりも原口の方がいいかもしれませんね。ただ、堂安ね、やっぱり、右で勝負できる唯一の日本人ということで、世界で勝負できる選手ですね。はい。これからの成長に期待ですね。でですね、フォーメーション、守備スライドこっち、こうなったときに、さらにね、まあ、柴崎と遠藤航を、守備的タスクに奔走させると。で、香川真司ですね。これ南野でもいいんですが、南野ね、ハイプレスと、あとまあ、主にね、前がかりなポジションの時の、ディフェンスが非常にいいんですが、まあね、中盤の、攻撃を作る段階においては、香川の方がね、より適役でしょうね。まあ、香川ね、アタッキングサード入った時に、南野と全然遜色ない。というかね、むしろ、経験値あって、勝るね、動きをできるんで。でですね、乾ね、ここですね。はい。まあ、攻撃時恒例ということでね、まあ、最終的には 3-4-3 ですね。ウィング、機能させたいんですが、どういうことかというとね、これ、左から攻めるんですね。日本のストロングポイントっていうのは。はい。まあ、その理由はね、後で、また今度ね、説明しますが。まあ、とりあえずね、この5バックの形、ちょっと見てみますね。はい。で、あとは、まあ、復習する、べきところはこれもありますね。はい、原口ね、ここにいます。中に絞ってますね。はい、これほとんど、アンカー柴崎と長谷部とね、ダブルストリプルアンカーを形成しているような、そういうね、守備の仕方ですね。これ、多分ね、左にベルギーの選手一人余ってるかもしれませんが、まあね、ここサイドこっち遠いんでね、それを絞って中に中に絞っているというね。このゲームでもね、日本代表を使うときに原口をね、センターミッドフィルダー起用してますね。こういう中に絞る動き原口できるんで、で、ディフェンスですね。はい。それもできるんでね。その、守備的タスクの、やり方を、模倣するために、センターミッドフィルダー配置ですね。はい。まあ、そんな感じですね。あと、2失点目の状況ですね。これ、まあ、この直後にね、フェライニーにヘディング決められて、ベルギー2点目決める、シーンですが、ここにフェライニーいますね。で、日本ね、押し込まれた状況ですがね、一応人数は足りていますし、
ただね、やっぱりこの状況っていうのはね、非常にゴールが近くてですね、この選手もこの選手も全員ね、ヘディングでゴールできてしまう状況で、あとは、まあ当たり損ないのシュートでも、ね、入ってしまうような、非常にゴール近い、リスクを取った状況であることには変わりないですね。で、最終ラインね、非常に、1、2、3、4、5、6、まあ原口入れれば、あ、大迫か、これ、これ大迫ですね、7枚と、そういうような状況ですが、長谷部がね、吸収されてるんですね、この真ん中の4人に。あと誰だ、原口がいるのかな。で、酒井宏樹も入ってると、いうことですが、長谷部ね、入っていることは入ってるんですが、やっぱりね、そうすると狙われてしまうというね、なぜかと、まあ身長がね、長谷部180センチありますが、フライに195センチに迫る選手でね、吉田がマークしてれば状況は違ったと思うんですが、これね、ゾーンで守ってるんで、フェライニに吉田がついてるっていう状況ではないんですね。この後、フェライニがスルッと抜けて、ハズベとね、ギャップを狙われるんですが、そういうね、リスクがあるんですね。ディフェンスに、入っているんだけど、逆にリスクになっているというかね。はい。まあ難しいですね、その辺は非常に。それだけね、ディフェンスの難しさが出てると思いますね。ただね、押し込んだ状態での、決め方っていうのはね、ベルギーの攻撃非常に参考になると思いますね。この状況で、まあね、ミドルシュートも、このね、ペナルティエリア非常に、すぐにシュートブロック入っちゃうでしょうし、日本の選手がですね、足元に放り込んでもね、決められるようなスペースないでしょうから。っていう時にですね、高さを生かしたクロスの攻撃が生きてくると。これね、ディフェンスライン、枚数揃ってるようで完璧ではないっていうことですね。長谷部のところ、中央に構えてますが、身長180センチでね、ギャップを狙えると。そういうね、打開手段が押し込まれた、押し込んだ状況でのね、相手が引いて守っている時の打開手段ですね。まあ、ただね、日本長身の選手がいないので、まあ、吉田がね、一番、吉田と目安ぐらいですか ?188 センチと。ただね、海外のディフェンダー190センチ超えてくると、そこまで大きな、まあね、もう差はない状況ですね。競り負けちゃう状況かもしれませんね。はい、まあそういう打開の手段があると。まあただね、攻撃の、手段としてね、吉田と、富安がね、リベロ的に上がって、最終ラインにね、入ると。まあコーナーキックの時はね、入りますからね、別にそこまでリスクを取った攻撃ではないですね。流れの中でも原口と吉田と富安が、最終ラインに入ってヘディングを狙ってね、そういう、敵を押し込んだ状態で、相手がね、引いて守っている状況での打開のやり方っていうのはあるかもしれませんね。ちょっと、喋りすぎました。これね、一応見てみたいと思います。はい。またね、ゼロバックちょっと一瞬封印しますね。で、あと大阪の足元1点も封印して、これでね、相手どこになったんだっけ?相手ベルギーですね。はい。ベルギー。そうか。ベルギーフォーメーション352でね、サイドの、カラスコですか。カラスコと、はい、ムニエがね、高いところを取ってますが、これがね、特徴ですね。ただ今ね、ムニエの裏のサイドをついて、長友が上がって、大阪のヘディングで1点ですね。はい。ベルギーね、非常に、攻撃のね、パワーすごいですね。前線にね、最前線に5人上がってくるような、そういう攻撃に頻繁にやりますが、ディフェンスがそこまでではないと。特にね、3センターバックですが、サイドをね、捨ててる部分があるんで、日本戦の時はね、そこをもう頻繁について、で、中央にもね、プレスがかからないというね、日本代表対カタールの、逆バージョンのような、そういうね、試合展開になりましたね。はい。これもね、大阪をかわしてますね。今ね、サイドから攻撃始まってますね。やっぱり、サイド突破してセンターバックが釣り出された状況で、大きなね、スペースができてます。はい。で、攻撃、守りの時はちょっと怖いですね。ただね、日本代表5枚で守ってるということで、カウンターが決まる状況なら、しっかり守れるというね、印象です。ただね、攻撃がちょっと難しいですけど、はい、ここね、大阪がやっぱり、3センターバックだと潰されちゃいますね。カタール戦の時もね、大阪、まあ3センターバックに、南のね、裏抜けも完全に消されている状況でしたが、まあね、そこでサイドも潰されてたというのはですね、この、ベルギーでいうところのムニエと、
こっちサイドね、はい、この選手、カラスコですね。この2人が、最終ラインまでね、下がって、5バックを形成するような、そういうね、ディフェンスをしていたんですね。で、これって、原口がね、日本でサイドバックまで下がるのと同じことですね、要は。はい、サイドをね、ウィングが運動量豊富に守れば、非常に緊密で、サイド攻撃、こちら側のサイド攻撃も切り合いの形に持っていけると。はい、そういうことです。3-0ですね。はい、やっぱりね、そこがポイントでしたね。はい、で、はい、ここね、原口が対応できるんですね。これが5バックの大きなメリットでね、今のところね、こっちが前がかりになっていれば、まあ、誰が行くんだろう、中盤の選手か、最悪ね、センターバックが釣り出されるっていうことになっちゃいますね。はい、ちょっと回します。ここね、サイドにスペースある。まあこれね、まあこれはもうゲームですけど、ゲームの操作性でスペースついてますけど、はい、この広大なスペース、ただね、原口、まあそうか、今ね、伊藤純也のね、ちょっと状況変わってますね。はい、吉田がついてます。まあね、原口非常に運動量豊富で、まあそれだけでも評価に値するというか、守備的タスクのね、遂行度を原口に半分にしていいよと言ったら、もっと足が速いでしょうね。走り回っての後半のあのスピードなんでね。はい、あとね、まあ酒井宏樹との、コンビネーションも非常に合ってますね。酒井宏樹も非常に、スプリントもあるタイプで、攻守にわたってね、完璧というサイドバックなので、それを生かすためにも、よりね、守備的な、ウィンガーの存在というのをね、酒井宏樹の前方に置くっていうのは、大きなメリットかもしれませんね。はい、まあね、堂安がまだコンビネーションね、不確かなんで、ここから改善されていくかもしれませんね。まだ半年も経ってないんでね。はい、ただ原口右のオプションっていうのは、常にね、あると思いますね。はい、原口がボールカットして上がっていきます。前のね、動画でも説明しました伊藤純也はですね、全然タイプが違うって、スペースをつくタイプなので、オプションという、形ではあるかもしれませんが、なかなかね、比較が難しいですね。はい、3-0ですね。はい、そういうね、側面があると思います。今ね、左、日本のストロングポイント左で、サイドね、ボール持てましたね、乾。はい、まあ、あとは原口のドリブルが相当生きていたと。で、今度はオランダとちょっと、これね、未知数ですね。ちょっとやったことないですけどね。日本が、あ、間違えた。日本がね、5-3-2で、オランダも5-3-2なんですね。はい、これでどうなるか、みたいですね。オランダ5-3-2っていうことは、原口とか乾の前方に、サイドバックの選手がいて、スペースがないのかなっていうことですか。これがどう機能するかですね。もしかしたらね、これ、乾がちょっとダメだな、やっぱり。あ、長友か。はい、サイドバックの存在が大きいと思いますが。あ、これはでも、あ、中央か。はい、どうしてもね、まあ、崩しきるまでやりたいですが、あ、ここで取られちゃうな。そうですね、こうなると、なかなか、このゲームね、ちょっとサイドバックの相手のね、絞り方が悪いですが、まあ、そこはね、再現性を高めるためにあまりつかないようにして、マッチアップのね、状況で、判断したいと思います。はい、これはね、もう裏取れてんで、おい、あ、ちょっとパスミスですね。あ、これは、はい、香川のディフェンスから。ただね、ここですね、大迫が中央で持ったところで、誰もいないと。いや、これ厳しいですね。そうか、大迫と絡めないとダメか。やっぱりね、3センターバックプラス、サイドのね、今ね、大迫足元縛りって言ったんですけど、狙っちゃいましたね。この状況になるとね、なかなか、中央もサイドもダメということで難しくなりますね。まあ、こっちも守備的に行くか、あるいは、まあね、カタールと同じですね。だから、5バックで。サイド絞って大迫をスカウティングでマークすると。あ、これは、ま、カウンターで決めてもしょうがないな。
あ、今、大阪、足元ですね。ちょっと反則ですね。これね、まあ、あれ試しますか。じゃあ、武藤と大阪のダブルターゲットマンと。これね、本当に機能するのかどうか。ですね。見たいですね。まあ、そうか、こっちね、でも、5バックにする必要、これ、全くないですね。ですよね、多分。そういうことかな。フォーメーションミスマッチかな、これ。相手ね、サイドバック、非常に低い位置で、だって、ウィングにね、サイドミッドフィルダーいないので、あ、まあ、そうか。結局ね、原口中田も非常に攻勢のポジショニングを取るっていうことになってますね。はい。今、完全にここの辺に上がってましたからね、2人とも。まあね、今、役目がないからですね、きっと。これどうすればいいんだろうな。やっぱり中央に枚数足した方がいいのかな。はい、しっかりとディフェンスして。はい、これで、そうですね、ここで渡しても、わあ、スペースない。わあ、これダメだ、下げる。なるほどね。なかなか難しいですね、これ。いや、ターゲットにもなってないな。はい、武藤に、あ、大迫から。なるほどね。ロングフィードはね、やっぱりダブルにしてあるんで、機能ありそうですね、これ。大阪がボール持ちましたね。これちょっとクロス狙いたいと思います。えい、あら。あ、これ空いてんな。もうシュート打っちゃうか。まあ、1点取っちゃってるんですね。いや、これはミスマッチ。これはどうすればいいんですかね、532に対しては。やばい。中央にね、やっぱりプレスかかってないですね、これも。サイドバックに配置した長友と原口の。その2人のね、あ、これは今崩した形ですね。決まんなかったですけどね。武藤とね、大迫の落としが綺麗に入って。さあ、香川ボール持ってほしい。あ、ここ相当低いですね、やっぱり。これは突きたいな、こんな低い位置なら。やっぱりね、相手が攻勢取ってこないなら、サイドバックね、5バックにする意味もないですからね、これ。あ、大阪取っちゃった。はい。そうですね、今あまり、点取ることに、ね、意識せずに、フォーメーションのマッチアップをね、よく見てますけど、はい、やっぱり中盤がね、スカスカで人数負けしてますよね、日本。これだと。そうか、それはダメだな。はい、落とした形ですね、今の。これちょっと。いや、はい、もう1試合ちょっとオランダ相手にやりますね。今度ね、532をやめてどうするんだろう。まあ、じゃあ352やってみますか。ちょっとね、今やっぱりこの2人が全然効いてなかったですから、状況を変えますね。どうすりゃいいんだろう。でも3センターバックに、ここだとね、もろかぶりしちゃうんで、これですか ?352? ですか。これね、だから原口が中盤のプレスに加わるってことですよね、原口長友が。なおかつサイドに開くと。でね、このね、サイドのスペースありますが、ここ相手がついてこないっていうね、バランス感覚ですね。相手5バックなんで、これがベルギーだったらここ突かれて終わっちゃいますけど、カタール代表のようにね、引いて守ってる状況で、3センターバックにすると。はい。これがどうなんだろう。まあ、中盤ね、相当緊密な香川、柴崎、遠藤航3人いますから、そこに、まあ、原口加わる意識して、原口中に絞ってもいいぐらいだな、でもこれ。まあいいや。はい。原口の前方に交代のスペースありますね、今。これどうしようかな、この状況ですね。ここで、なんとか、ああ、そうですね、ここで負けたくない。はい、組み立てとしてね、あまり良くないですね、でも。あ、これ当てられんな。はい、あ、崩してますね、今。なんでだろう。あ、今ね、やっぱ、大阪と武藤のね、ダブル、あ、ツートップですね、効いてますね、今。2人のね、関連性で、そこに長友が絡んだんでね、3センターバック崩せてましたね。
はい、この真ん中の選手に突っかけて、そこを落とすと。そうですね。カガボール取っちゃった。はい、カガのシュートですね。やっぱりね、プレッシングだいぶかかってますね。こっちゼロバックやってないんですけど、まあボール出しに十分なプレスがかかってると。あ、でもこの状況はまずいな。あ、取れましたね。はい、原口はプレスに入ってないのか。だいぶ景色が違いますね、さっきと。3センターバックにしたら。なんでだろう、これこんな良くなるのかな、急に。そっか。やっぱりね、カタール戦だと堂安がスカウティングで消されてて、その堂安がサイドに開いてるような状況だったのが良くないっていうことでしょうかね、きっと。それね、中盤に代わりに1枚足しとけば、このようなね、試合展開にできたっていうね、感じですか。これね、2ドープですけど、こっちね、4枚残ってますね。これはだいぶいいですね。うん。はい。前半終了です。もうちょっと絞ってみますか。右捨てますね、これ。これよりプレスがかかる状況になると思うんですけど。はい、かかってますね、もう。あ、ここで原口いっちゃってますね。やばい、これはやばい、でも。うわ、いってんだ。あ、今ね、シュートブロックなんとかやりました。やっぱりね、スピードあるエースが絡んでくると怖いですね。はい、これはボールカットできてない。うん。あ、やっぱりね、この、5のね、サイドバック浮いちゃってますね。はい、このミスマッチあります、フォーメーションの。オランダはね、これじゃ厳しいでしょうね。はい、人数全然足りてないんでね。中央も、わー、でもこっちに来てくるな。はい、ただね、はい、中央守れてるんで、これはショートカウンターですね。はい、左から崩しますね、日本は。あ、シュートまで行きました。なかなかいいと思いますね。あ、惜しいですね、今。うん、はい、武藤の単独ですが、そうか、ここですね、組み立ての時、落としがちゃんと機能しないと、カウンター食らっちゃうか。うん、はい、守れてますね。はい、香川が中央でボール持って、はい、落として長友のシュートで1点ですね。香川ね、やっぱりパス能力非常に高いですから、特にね、ワンタッチでフリック気味に出すパスなんか、香川しかできないですからね。そこはね、南野にやっぱりないところですね。ドイツのね、ドルトムントでバイエルンと何試合もやるような、そういうね、類まれな経験を積んでるんでね。香川の方がね、まだ実力的にはだいぶ上でしょうね。うん。はい、守れてますね。はい、というわけで、1-0 ですね。ちょっとね、試合としては、0バックやってないんで、プレスかかんないんでね、上調な試合でなったと思いますが、まあ、ジャップという意味でね、だいぶ参考になりましたね。はい、というわけで、最後ね、これにやりました。その前がこれで、まあ、最初これですね。532と。あ、武藤ダブルにしたのか。でね、まあ、この犬を使って左から攻める形と。まあ、これが日本の強みですね。相手ね、真ん中も、相手が5バック敷いてきた時ですね、だから。そういう時は、どうするんだっけ。あ、そうか。2トップですね。ダブルターゲットにして、まあ、サイドね、サイドバックの上がりに注意しながら、元気と長友を、高く上げつつ、原口ね、中に絞ると、そういうね、イメージですね。はい、こうやると、フォーメーションのマッチアップとしてね、かなりいい形作れると思いますね。中盤で勝てるんでね。はい。っていう感じですね。ちょっとね、長くなっちゃいましたね。また、次回ね、今回、日本代表の5バックと、吉田と宮坂弘樹ですね。あ、3センターバック。はい。これ試しました。またね、次回、次は何やるんだろうな。
ああ、守備スライドまでやってないですね。それを、多分やると思います。それでは、失礼します。